様、やっといらっしゃいましたね。お会いしたかったです。待ちくたびれたんじゃないかですか。いいえ、ちょっぴり寂しい思いはしましたけど。落ち着かなきゃ。せっかく会えたんじゃない。このチャンスを逃してはダメよ。ゲーム、一番優しいものを選んでおきました。何しろ初めてですからね。覚えていらっしゃいますか。私たちが初めて傭兵団を立ち上げて活動していた頃の物語。そうですか。大丈夫です。私たちの冒険は全部ここに記録されていますから。さあ、それではゲームを始めましょう。ご説明はお任せあれ。それが私のお仕事ですから。あら、あの人見た？傭兵かな。ま、傭兵にしちゃいい顔してるじゃない。傭兵です。まだひよっこですが、猫探し、配達、警護、どんな依頼でも構いませんよ。あらあら、そういえばこの間イヤリングをなくしたのよね。団長様、私たちがなぜここを訪れたのか覚えていないんですか。最強の傭兵団になるためだったか。そのためにまずは仲間を増やそうって話をしたじゃないですか。おっと、隊長は些細なことは気にすんなって。レディーのお相手はこのカーソン様に任せな。さて、美しいレディー、なくしたものは俺が必ず見つけて差し上げ。ふざけないで。一体何時代から来たの。顔がダメなら口を閉じてればいいのに。はあ、どうして俺だけこんな扱いなんだ。俺と隊長のどこが違うって言うんだよ。それはもちろん顔ですかね。はあ、俺の顔が何だってんだよ。この顔ならそこそこイケてるだろうが。怒らないでください。それにそんなうぬぼれてるところも団長とは大違いです。お前ビビリのくせして言いたいことはズバッと言いやがって。それこそがリディアを仲間にした理由さ。さあ、エリーンがまた怒る前に出発しよう。目的地はこの町の酒場だったな。いい仲間との出会いを期待するとしよう。もう、どうか今度こそは常識人の仲間が見つかりますように。仲間を集めようとしてここに来たの？いい判断ね。この酒場には全大陸の傭兵が訪れるから。間違いはなかったようだな。ロクサンナさんですよね。
有名な情報商人だと伺っています。あら、私のことを知っているだなんて、有能な副官なのね。当然だ。エリンは俺、いや、俺たちの自慢の副官だ。団長様。でもあなたたちは新生傭兵団よね。依頼実績もなく、戦力も未知数。果たしてそんな傭兵団に入ろうとする人はいるかしら。これから共に過ごす仲間なら、目を合わせただけで本音が伝わるってもんだ。実力なら自信がある。なんなら試してもらってもいい。その自信満々な姿勢気に入ったわ。実のところ傭兵みたいな危険な仕事はやめて、私の元で働かないかって誘いたいけど。いいわ。じゃあ一つ依頼を頼むとしましょう。最近商店街を荒らしている泥棒を捕まえる仕事よ。泥棒ですか？危険な人ですか？危険ではないわ。怪我人もいないし、盗むもののほとんどが安物だし。ただのコソ泥じゃないか。その程度簡単だぜ。依頼を解決すれば、あなたたちに興味を持つ傭兵が出てくるはずよ。どうかしら。機会をくれてありがとう。失望はさせない。さてと、カーソン、リリア、最初の依頼だ。まず泥棒の目的を把握しないとな。商人たちに聞き込みをしてみよう。この日を待ち望んでいたぜ。